待って、もう一回とやってほしいかも。昨日は素晴らしい大きな虹を見せてくれました。全力で皆様にハワイの魅力をお伝えします。そして私が今泊まっているホテルはフロントにコーヒーがあります。そして毎朝スナックパックといっておやつがいただけます。内容はこんな感じで、ジュースが2本、スナックが1個、シリアルバーが2つ、クッキーが1つです。今日も皆様よろしくお願いいたします。頑張ります。ではみんなで出発しますね。ちなみにバスの中は私とまだ誰もいないです。やはりまだ日本人は少なくて、外国人観光客さんがいっぱいです。今のハワイはこんな感じです。ちょうど今は13時です。ちょうどお昼の1時です。本当だったらもう少し日本人の人もいっぱい歩いてると思います。インターナショナルマーケットプレイスです。もうすぐハイアットが見えるんですが、ハイアットでは月曜日と水曜日ファーマーズマーケットをしています。本当は昨日ファーマーズマーケットに行く予定だったんですけども、足を怪我してドクターオンコールに行ってしまったので、もう全然夕方からは行動できませんでした。おなじみのワイキキビーチです。日本人観光客さんもやっぱり少ないです。はい、ではここからはずっといろんなお店を紹介していきます。前ここは多分パシフィックビーチホテルだったと思うんですけど、ホテルの名前が変わってると思います。ここのポケバーはとっても人気で、たくさん観光客さんが食べています。で今 ABC ストアで T シャツを買っていらっしゃいますが、値段はパンデミック前と変わってないと思います。ただ今
円安なのですごく高いと思いますが、そんなに T シャツ値段はお得だと思います。ではどんどん行きましょう。ここを曲がるとまっすぐ行くと、今回はちょっとご紹介できなかったんですが、コミュニティセンターがあります。コミュニティセンターではズンバとかフラとかをいつもやっていらっしゃいます。ズンバは水曜日の多分8時ぐらいにあったと思うんですが、私はもうその時は帰ってるので行けません。ここまっすぐ行くと、右手の方にコミュニティセンターが見えます。それでは今からは荒和運河通りを走っていきましょう。これがコミュニティセンターです。前方に見えるのが荒和運河です。私は毎朝荒和運河をお散歩するのが好きでした。今回はこんな感じで転んでしまって、ドクターオンコールのお世話になってしまって、お散歩することはできないので、トロリーで皆さんにハワイをご紹介いたします。はい、とてもアラワイ運河です。このアラワイ運河をお散歩しているとよく虹を見ることができます。さあなぜかわからないんですけど、よく虹を見ます。今回はプルメリアのお花がよく咲いていました。だいたい私はハワイに来るのは10月となぜか3月が多いんですが、10月でこんなにプルメリア咲いてたかなって。実は私はこちらの景色も大好きです。ハワイに暮らす人たちの生活を感じることができます。皆さん前方に見えますか？少しモダンな形のこう円を描いたようなカーブの2つの建物なんですけども、都市伝説なんですが、あそこのマンションはお化け、幽霊が出るとか言われてました。前方に見えるちょっとモダンな感じのマンションなんですが、お化けが出るそうです。この前方に見える ABC ストアは私は多分一番安いんではないかなと思います。今回はお邪魔できてませんでしたが、パンデミック前によく行ってました。結構ディスカウントのお食事とかが多かったです。はい、この ABC ストアが貼ってるホテルも、前はゲートホテルと言ってました。お名前が変わっています。ここは HIS のトロリーも泊まるし、とても便利だと思います。必ずハワイは来た時はいつもどこかが工事をしています。これは何ができるんでしょうか。大好きだった高知のお店ももう今はありません。なんかちょっと寂しいです。ここを曲がっていくと、皆さんが大好きなエクスンシングスがあります。今日本でもエクスンシングスは、結構京都にも大阪にもあります。ここです。なのであんまりも行列もない感じです。前方に有名な高級なトランプタワーホテルが見えてきます。ここの駐車場を抜けると左側に高橋製菓があって、美味しいシャーベットとかフルーツサンドが買えます。ここは有名なワンちゃんたちがたくさんお散歩をします。はい、ヒルトンハワイアンビレッジがもうすぐ見えてきます。多分これはコーリナの方に行くバスだと思います。今回はタイムシェアの販売はセールスはヒルトンハワイアンビレッジだけでした。ウィンダムさんとかはまだセールスは始まってないようです。はい、これが有名なヒルトンハワイアンビレッジです。私も3回くらい説明会に、5回くらいは説明会に行っても大丈夫なそうですよ。前方に見えるのが夕方になるととても素敵なマジックパーク、マジックアイランドといいます。
夕景はとても素敵です。センターの中のここで私は昨日こけました。今からワード地区に入っていきます。これはマラマラインといっての観光名所を回るコースです。 HIS のレアレアトロリーはまだピンクラインともう一つのブルーラインしか復活して残りの3つは他のトロリーに乗ることができます。今から回るところは館とハワイ州の県庁とフォスター植物園、ビショップミュージアム、出雲大社です。ハワイはこんな感じですごく広がった木が多いです。たくさんのお日様をこの木たちは集めてるんですね。この立派な建物はハワイ州の県庁です。今回はセーフウェイもロングストラックスも行きませんでした。あまりの円安で買うものが何もなかったです。した。今からは大将の方に向かっています。ビショップミュージアムです。今から出雲大社の方に向かっています。なんか日本的な感じのお家がたくさん見えてきました。ハワイの銀行は虹のあ、出雲大社に着きました。あ、今日はなんか全然誰もいないです。前はここで麻雀とかしてる人がいました。お店も閉まってるようです。
ったら上手に届ける。なんかすいません、お忙しいところ。